ジョージ・フランシス・ハミルトン教は、イギリスの政治家。ビクトリア長後期から、エドワード長初期にかけて保守党政権下で、閣僚職を歴任した。1845年12月17日、第2代アバコーン公爵、ジェームズ・ハミルトンとその夫人、ルイーザの間の三男として生まれる。長兄に、第2代アバコーン公爵となる、ジェームズ、慈恵に、クロード卿、三弟に、 フレデリック教を4帝にアーネスト教がいる。ハーロー校で教育を受ける。1868年から1885年にかけてミドルセックス選挙区。1885年から1906年にかけてイーリング選挙区から選出されて庶民委員議員を務める。保守党に所属し、保守党政権で閣僚職を歴任した。第2次。 自ずれ入内閣期の1874年から1878年に、かけてはインド担当省政務次官、1878年から1880年に、かけては教育委員会副委員長を務める。1885年から1892年に、かけて第1次ソールズベリー公爵内閣と第2次ソールズベリー公爵内閣で海軍大臣を務める。 1889年にはアフリカ・アジアで加熱していく植民地獲得競争を念頭にイギリスの海軍力を海軍力世界第2位の国と第3位の国の合計した海軍力より上にするという二国基準を制定し海軍大幅軍拡を目指した。1895年から1903年にかけては第三次ソウルズベリー公爵内閣と バルフォア内閣においてインド大臣を務めた。バルフォア内閣期の関税論争では自由貿易維持を支持し、ジョゼフ・チェンバレンの帝国特権関税制度に反対した。保護貿易へ移行すれば彼が統括するインドにも影響が及ぶことが不可避だったためである。アーサー・バルフォア首相は接中的立場を崩さなかったため、結局ハミルトンは 他の自由貿易派閣僚と共に辞職することになった。1899年から1923年にかけて名誉職のディール状態長を務め、1909年にはディール市長を務める。またミドルセックスやウェストミンスターの治安判事も務める。1927年9月22日に81歳で死去。1871年に 第3代ヘアウッド伯爵ヘンリー・ラセルズの娘モードと結婚し、彼女との間に以下の三子を設ける。ありがとうございます。